クレエリクサーのご紹介と使用法のご説明をしたいと思います。タックルエリクサーとは何ぞやですね。はい、この製品はですね、いろんな機能を保持していますので、なかなか一言では使用法その他を言い表せないのでですね、今日はいろんなものを持ってきてます。まずは釣竿のお手入れ、次にリールですね、はい、その他こういったルアー、それから工具ですね、こういったもののお手入れに使えるんですけども、大まかに言えば、機能を蘇らせ、かなり使い込んだものでもまた新品同様のですね、輝きとか美しさを取り戻させるためのスプレーだと思ってください。はい、では早速ね、いろんなもので試していきたいと思うんですけども、まずは何といっても釣り竿とリールというふうにね、皆さんイメージなさるんですが、このエリクサーは主に2つの能力があるんです。1つは洗浄力、洗う力ですね、それから、洗うと同時に、汚れを落としたり、また錆を落としたり、小さなゴミとかホコリをですね、浮かす力があるんです。そこをまずは分かりやすいこういったルアーなんかでですね、見ていただいて、いきなり釣り竿やリールだとその辺をちょっとご覧いただきにくいので、分かりやすいものでまずはご覧いただきます。では早速このワンマイナス、もう懐かしいルアーですね、散々使い込んで、傷だらけでそのまま放置してましたので、フックなんかも錆びてますし、はい、ボディにもね、かなり傷や汚れが入ってます。こんな感じですね、裏側も、はい、さて、ではこれがどれくらい美しく蘇るか、はい、フックやスプリットリングを外してお掃除しやすくした状態から始めます。タックルエリクサーにはですね、備え付けのスポンジが入ってます。ボトルだけではなくてお掃除用のスポンジが入ってるんですが、このスポンジはですね、ロットへエリクサーを塗りつける専用品だと思ってください。ですので、こういった汚れたものを磨いたり拭いたりするためには使いません。これはあくまでも塗りつけ用だと思ってください。従いまして、錆や汚れを落とす場合は普通に使い古したね、布、タオルなんかを使います。はい。布側の方にスプレーしてもいいんですが、エリクサーはですね、電解活性水をベースに使っています。我が社のアルファ3000という、ペットのですね、皮膚紐をきれいにするための、スプレーを我が社で作っているんですが、そちらでも採用しています、アルファ3000、非常に高機能高機質の水でして、普通のお水よりもずっと浸透性が高くてですね、汚れやゴミを浮かす力を持ってます。電解水活性水っていうのはね、そういう力がありますので、はい、その中でも特に高機能なお水を使ってますので、こういうふうに軽く全体に吹きかけてもいいですし、吹き布の方へ染み込ませていただいても結構です。はい、少しだけ時間を置きます。10秒20秒あればほぼ十分ですので、はい、で汚れた部分もゴシゴシと、でここでですね、例えばこの汚れてしまったウッドプラグなんかをですね、磨こうとすると、例えば研磨剤
の入ったものですね、コンパウンドとか。そういったもので磨くと当然表面が削れてしまいますが、エリクさんの場合はですね、活性水に特殊ケイ素化合物、まあケイ素っていうのはあのガラスの元素質ですね、それが混ぜてありますので、あの研磨剤は全く入っていませんので、金属磨きであるとかですね、あのコンパウンド系のように表面を傷つけることなく、表面についている汚れだけをね、落とすような材質となってますので、あの研磨剤入りのようにツルツルピカピカにはなりませんので、その辺は承知しておいてください。ナチュラルにきれいにしていくと。拭きかけてですね、こうやって表面を磨いている最中にすでに乾燥していきます。で、乾燥する過程でこの中に入っている特殊ケイ素剤がですね、化学反応を起こして表面にガラスコートの膜を作っていきますので、単純な水で拭いている時と違ってね、かなりスベスベしてきます。で、完全に乾ききった時には表面をガラス質の膜で、覆うように、保護膜が出来上がりますから、はい。まあこんな厳しい汚れはですね、なかなか落ちないんですけども、全体的にはかなりツヤツヤになりましたね。お分かりいただけると思うんですけど、はい、数々のビッグフィッシュを連れてきてくれた思い出のルアーが、まあ歴戦の証として傷はついてますけども、かなり蘇ってきました。次はですね、プラスチックルアー、クリアなプラスチックルアーですね。まあこれも名品、はい、ジッターバグのクリアーです。で、やはりフックでね、傷がついたり、こうフック当たりますから、どうしても細かい擦り傷等がボディについちゃってます。まあ、ほんの少量で結構です。まんべんなくボディにつけばですね、道具箱の隅っこで長いこと眠ってましたから、はい、汚れがいっぱいついてますね。皮膜が出来上がるというのがこのエリクさんの一つの特徴なんです。はい、ずいぶん綺麗になりました。まあこれが今ざっと一度磨いただけの段階なんです。はい、透明度がね、明らかに透明度が増して、表面がツヤツヤ光り出したでしょ。傷がついてます。小さい傷がたくさんですね。この傷がケイ素のガラス皮膜が出来上がるわけですから、何度か塗っているうちに埋まってきてですね、その傷が見えなくなるっていうのが、ね、一つはこのエリクサーの特徴でもあるんです。はい、まずは1度目、これを2度3度重ねたものを、ね、また写真で見比べていただきますけど、とりあえずツヤツヤピカピカ、きれいに復活しました。はい、はい、ではウッドプラグ、もう一つウッドプラグで試してみましょう。これも懐かしいね、ヘドンのラッキーサーティーンです。まあ、ウッドですので、もう塗装にひびが入ったりね、汚れた上にひびなんかも入ってます。はい、まあ、クリアコートを上からかければきれいになるんですけども、
そのクリアコートをする前にちゃんとお掃除して、エレクサーでですね、まあ、エレクサーでお掃除しただけでも随分きれいによみがえりますので、まずはきれいにしてみましょう。汚れもつきにくくなるし、はい、で何度か重ね塗りをしているうちに、どんどん小さな傷であるとか小さいひび割れにですね、ガラス被膜が入り込んでいきますから、そういった意味でですね、こういう古いウッドルアーのボディの保護としてもですね、非常に優れた機能を持っています。どうですか、このツヤだかり、ね、汚れもきれいに落ちて、はい、ツヤツヤと光っています。かなりきれいになりましたでしょ。次は工具類で試してみますね。まあ、五徳ツールといいますか、ペンチがついてて、ナイフがついてて、まあ、その他いろいろな機能がついてる、もう男の子だったら誰しもが一度は手にしたことのある、まあ、便利なものなんですけども、ちょっと使わずにいると、ああ今ちょっと大変苦労しているように、こっち側のナイフがこう出てこないくらいきつくなってますね。はい、もう何かで引っ掛けないと出てこないくらい、可動部分がもう錆びついてる状態です。ああきついな、よいしょ、これが出てこないくらい硬くなっちゃってです。まあ一旦開いてやりますね。はい、こんな状態のものです。これがどの程度読み取られるか、まあ、たくさん可動部分があります。先ほど のルアーと違ってね、あれは単純に、平面でした、表面だけ。今度は隙間がたくさんあります。可動部分がそこへしっかり吹きかけると、今ポタポタ落ちてますけど、オイルを、機械のオイルをいきなり刺すよりも、まずはこういったお水系でね、まあ、水道水でもいいんです本当は。なぜならばオイルよりも水の方が細い隙間、狭い隙間はね、奥まで入っていくんですよ、意外に。オイルよりも、はい、オイルはどうしてもその粘い粘度があるがためにですね、表面保護は非常に長く、水よりも、水はもう乾燥したら終わりなんですが、オイルは乾燥しませんから、なかなか長く持ってくれるんですけども、その分こういう奥の奥までそのホコリやゴミやサビが溜まってる状態のものをオイルで修復しようとするとうまくいきません。だからまずはこういう水系のもので、中のゴミ、汚れ、ホコリ等をしっかり出してやるということの方がね、大事なんです。で、動きが悪くなっているものを動かしてやる、はい、動かしてやることによって、この隙間に入り込んでしまっている汚れ、ゴミ、サビを外に出してやる作業ですね。しっかり動かしてやります。この中に溜まってる汚れを出してやらないと意味がないんです。ほら、手で動くようになった。このノコのところ全然動きませんでしたからね、もう手で動くようになってきました。はい、もうすごく軽やかになりました、動きが。はい、まあ完全に錆びてる部分はね、錆び落としで擦らないとなかなか綺麗に取れませんけども、もうこの駆動部分がすごく軽やかに動くな、こんなに、はい、ここの硬かったところももう平気です。で、この状態で乾いたら、ここで初めてオイルを、機械油を注油して、また普通に使える状態にするわけです。油を刺すのは最後です。はい、これは原液のハンドルです、普段使ってます、うん、で、これもね、ちょっと動きが悪くなってます。
ちょっと吹きかけては回します。回すことによって中のベアリングの中に入ってる、汚れ等がね浮き出てきます。ああもう表はタオルで拭いただけでピカピカになってますけど、さてどれくらい動きが復活してるか、ほら、ね、上も下もよく回るようになってます。